じゃあ時の神殿に一旦帰りたいと思います。ゼルダ、ゼルダでしょ。これでゼルダじゃなかったらさ、これでゼルダじゃなかったらさ、なんかさ、あれじゃね、なんか、お前ってなる。ゼルダで会ってくれ。待っていたよスバル。いや、この喋り方シークだ、シークだろ。シークじゃねえか、やっぱりゼルダじゃないわ。ガノンドロフ、やつは7年前君が開いた時の神殿の扉をくぐり聖地へと到達した。しかしやつがトライフォースを手にした時、伝説は現実となった。トライフォースは3つに砕け、ガノンドロフの手に残ったのは力のトライフォースのみだった。あ、だから選ばれてないでやんの。まあでも3つでよかったよね。風たくとかね、3つどころの騒ぎじゃないからな、マジで。やつはトライフォースの力によって魔王となったが、その野望は果てることはなかった。完全な支配のためガノンドルフは残る2つのトライフォースを持つ神に選ばれし者を探し始めた。それがゼルダとスバルってわけですか。スバルでも手の甲にあるっけ。その一人はキチャー、時の勇者、違う、時じゃない、勇気のトライフォース宿りし者の時の勇者スバル、スバルです。まあね、まあ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 。そしてもう一人、知恵のトライフォースを宿りし者、賢者の長となる7人目の賢者。え、ゼルダでしょ。それがこの俺様とか言わないの。え、お前かーい。お前なんかーい。お前やないか。ことなの、どういうことなの。シークだったじゃん。あー、でもなんかスマブラで変身してた気がする。スマブラ、え、同一人物ってこと。もう一人の僕ってこと。どっち。この私、ハイラル王女のゼルダです。魔王の追及を逃れるためとはいえ、シーカー族と偽りしてきたことをどうか許してください。え、